まま今日もソファに座る。窓が開くたって何も変わらないよ。夜行性だから無意識にテレビのリモコンを触り好きな動画を探す。そうなればきっと昨日と同じような一日になっちゃう。自堕落と分かっても外出は割と苦手なもんでして、お願いまた責め立てるように心地が